逃げに逃げてきた。トレフリップやろう。2個出てますから結構ハードル上がってます。知ってる。俺のトレが最後と。いや分からへんな、まだ分からへんな、うん、ゆきとくんとか出てくるかもしれないから。でもトレってスケーターの憧れやから、ハウトゥーなんて何個あってもいけるよ。しかもトレのやり方人それぞれ違う。ユウスケのやり方とトキヤのやり方と俺のやり方全然ちゃうもんな。タケと思ったんか。タケと完全インパクト早くな。よし、トレフリップやっていこう。トレフリップ、トレフリップ、よかった決まったトレフリップっていうのはまああれよね、スケボーを始めたらキックフリップの次に多分憧れるんちゃいますか。え、そうちゃう。フリップまず目指すやん。でその後トレフリップみたいな、そういう絵があるよね。で、まあイメージでは板が360回りながらキックフリップ、これがサブロックフリップ、通称トレフリップ。あ、出した。とりあえず一回打つわ。打とう。トレフリップのハウトゥーと。タケトとかこう、あいつらどうやって教えてた？もう普通にスタンスから。スタンスから。あ、ほなスタンス先やろ。まずそもそも俺前足トレ使ってないんだよね。だ俺今足ちょっとぐねってるやん、こっち、うん、ぐねってでもトレできる理由ってそれなんや。逆にバリュールフリップとか多分ちょっとできるんだよね。なんかスタンスはまずこんな感じ。ここはこれに沿ってこう当てとく。とりあえずこんな感じ。な、人によってはこうとかこんな人とかいるんや。多分キッズとかにこれ多い。しゃくる力がなさすぎてここほんまに掴んどかへんかったら無理みたいな。けどある程度中学生高校生になったら足の力あるから弾いた力で回すことできるようになるね。で2種類ほんまにあって、なんかサブロックフリップにキックフリップ入れてトレフリップする人と、まあ、後ろ足だけで弾いた力でこうやって回る人。多分ユウスケとかはサブロックポップにフリップ入れてるタイプで、ユキトとかトキヤは後ろ足だけでこうやってしゃくってるタイプだと思うんだな。で俺は多分それの間みたいな感じ。トキヤほどしゃくってこうやって足開いたらできんねんけど、ちゃんとこっちの足だけでこう弾いた力でトレフリップ回してる。こっちの足引っ掛けんとこの状態で今取るの回転もあったよ。まずスタンスはそんな感じ。こっからやね。こっからみんなどうしていくかっていう問題よ、まあ、スケボーってまずそもそも横回転縦回転があってさ、縦回転って基本自分の軸ブレずにこうやって回るから乗りやすい方なんやけど、トレフリップとかってこの横のこのブレもあるから、この回転に縦フリップ入れるっていうのは乗りにくいのが相当むずい。乗ったとしてもちょっとなんか手勝負みたいにやるんですよ。こう回りすぎてこっち行ってこっち落ちるとか、逆に回りすぎるとか、頑張って回しに行ったけど、まあ、そんななんですよ。その回転が遅すぎてっていうのが多いはずやねんな。やし、まず一番初めトレフリップって俺の中では前足でキャッチした方がいいねんな。上手いやつとかは弾いた後こうやってここでこうキャッチしてこうやって、そんなんさ初めから無理やん、無理やん。いやマジで無理なんや、ほんま無理なんや。だから初めはなんかもうこんな感じで乗りに行くしかないねん。だから、まあ、とりあえずはまず回す練習。こっからかな。まず回す練習、後ろ足使ってとりあえず回して回転が鳴ってて、で回転ならへん人とかもいっぱいおるから後ろ足ちゃんと使って弾きながら押すねん。トップ勝負取ってパーンって弾いてこうけど、回転数が1回転多いからその分桜なんだよこの力。だからちゃんとしっかり押さえた状態で弾きながらシャクッで、これもう口で説明しても無理なんよ、正味な話で。俺もなんかこう今説明してて思ったけど、やるか分からん。何対何で体重こっちにかけてとかあんねんか、ほんまに。でも人それぞれそれってちゃうねんほんまに。やし、もうとりあえずやってみる、回してみる。もう初めめっちゃぐちゃぐちゃやけど回して適当にこうやって回してたら、なんかいつの日かあれみたいななるときあんねん。でそれを覚えてほしい。そこが大事、そっからが大事なの。そこまでは正味も俺がどんだけ言っても分からへんもんやし、自分でいたんやったら回してみて
やってみてみたいなのが一番大事で、回してみてだんだんコツの足でキャッチできるようになってくるから、ここまで来たらあとは乗るだけやけど、乗るのにここからまた時間かかるし、トレフリップってすごい難しいんです。まずはとりあえず回して自分の板の回転がちゃんとトレフリップになってるかどうかを確かめる。これがトレフリップにとって大事なこと。俺ちなみにな1年10ヶ月ぐらいかな、初めて2年手前ぐらいでトレフリップ1回乗ったの覚えてるわ。ブランクデッキやったっす。デッキテープ虎柄でね、俺もう覚えてる、しっかり覚えてる。トレフリップ乗れたってなったから。最近さ、トレフリップってもうみんな簡単にやるやん。もうこのバンクとかあったらもうすぐやるやん。もう飛び出しとかバンクトゥバンクとか、もうステアもあれぐらいだったらトレやるやんか。みんなトレってな、確かにキックリップとか足首の繊細的にこう動かしてこうやって抜くとかあるけど、トレフリップってある程度こう弾く場所決まったらどんな形であれ回ってきようねんか、ポンって。やから多分いろんなセクションで打ちやすいトリックになんねんな。一番かっこいいけども、できるようになったら多分一番かっこいいかつ一番簡単なトリックになるはずなの。俺はそこまでの地位行ってないけどね。まあでもトキアとかトレめっちゃうまいやんか。ああいうのって多分セクションちゃんと使ってやってるからね。やし、キッズの頃とかってやっぱりこのフラットのままでトレってすごいむずいから、こういったバンク使ってもうほんま回してっていうのからやるのが一番です。もうフラットからやるのはある程度足に力ないと無理。キッズとかでも多分中学生とかでも多分きついんちゃう。ちょっと待ってください。なんか練習方法のうち一つとしてはバンク使って、そのちっちゃい間は体力とか力ないからバンクの力使って回すか、あれが一番ベストやな。ああいう段差あるやつとかから降りて、降りるときにこうやって回してっていうのを確認するべき。もう一回やる。こうやって片足ずつこうやって乗って回転をこううまいこと回して、ここなんやみたいな分かるような練習からまず始めてください。まあ、とりあえずその回転で片足がとりあえず乗るようになってきたら、頑張って一回上に乗る。多分ポップショービットとかは回転が一回転やし、ほんまに体重でも乗りやすいんだけど、トレフリップってやっぱ自分が空中にいる時間もめっちゃ長いん、板回ってる時間があるから。だから初め力ない人ってほんまに着地したらもうこんななんねんか、ギリギリすぎて自分がこう乗ること耐えすぎて。でそれでもいい、とりあえずそれでもいいから乗ることで、ちゃんとしっかり前足で回転ちゃんと確認してからな。トレフリップって前足キャッチする分思いっきり前足ぐねりやすいよ。もう前足キャッチしてこの回転がこの辺とかでこうやって止まりながらこうやってキャッチしてたらグニっていったりしやすくて、俺2回ぐらいトレフリップで鬼ぐねりしてるから、ちゃんと前足でキャッチできるようになってから回して意識してから乗りに行くっていうのが大事ですかね。はい、ワンポイントアドバイスじゃないけど、高校生とか大学生とか、まあ、力あるやつでしっかり回転ができるようになってきたら、イメージトレフリップってちょっとこの辺に倒すねんか、板をこうじゃなくて、本来はこう回してるからじゃなくて、イメージはこっち側にこの足をこう振ってあげる感じ。今ちょっと浅かったけど、もっともっと前でも、この前に行ったやつをキャッチしてこっちに戻す。これステアとか結構使える。ステアとかフラットとか回転もある程度力強いやつって回しがめっちゃ速いからあれやけど、ステアとかになってきたらその回転の速さで高さの分調整しなあかん時とかはもう思いっきりちょっと弾き緩めて前に飛ばしてあげる。前に、左に、っていうのが俺のトレのコツでした。ありがとうございました。今日はもうこれぐらいで勘弁してくれへんかな。俺トレ苦手やしさ、ほんまに。ちゃんとしっかり弾いて前足キャッチすれば使える技にはなるはずやし、憧れてる技やし、まあ、練習してほしいし、出さへんよりかは出してできるやつがいるんやったら出そうかなと思います。とりあえず意識しなあかんところはスタンスと弾き方がポップショービットとは全然違う。しゃくりながら、弾きながらしゃくるし、ちょっと斜め前で片足ずつ前に乗せてって回転確認してキャッチし始めてから一気に乗りに行く。前に飛びましょう。以上、ありがとうございました。今日のハウトゥーは自信なさげの中澤こちらのトレフリップのハウトゥーでした。ありがとうございました。
まあ、ちなみにトレーってほんまにこう街中で滑ってて女の子とかこう見せるにはもってこいの技なわけなんですよ。これほんまに余談よ。おまけやろ、おまけの後やろ、おまけの後、まあ、これ俺の話で、実際の話で、21ぐらいの時に、まあ、京都の河原町ってところで出勤終わりのキャバ嬢がいっぱいおんのよいっぱいおんのよね、もうキラキラしとるやつがこうくるくる巻いてるやつがおるから、まあそういうのを拾いに行く時もあるんよね拾いに行ってたこともあるんよ。まあその時に、まあ、ゆうすけとか持って、まあ一発目に姉ちゃん見といてなーつって打つのは大概取れないよ大概取れないよ。体も温まってるからさ、だって準備運動してる時にその道で来んやから。一回女の子5人ぐらい、まあまあ可愛いキャバ嬢がバーって来て、ゆうすけと俺がいて、翔太ってやつ持ってるけど、誰行く誰行くみたいな、あ俺行く俺行くっつって、お姉ちゃんがこう歩いてて、お姉ちゃんの横をこう通りすがって、ここでトリフリップ打つんよ、ここでパーンって。で女の子はもうここで見てるわけよ、なんかもう俺もウキウキや。あんなくるぶしが地面にくっつくぐらいまでグレってやめろてもうな、ほんまやばい、親指とここくっつくかぐらいグレったしなトレフリップ打った瞬間ブリーなって鬼ボケして、俺もうわーってなるやん、こううわーってなってるけど通り過ぎてるから、ここを女の子がえ、何ダサそのまま帰っていくっていうのが一回あったし、トレフリップは前足ぐねりやすい、気をつけてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。